こんにちは、ダイスです。今回は今更ですがモンハンワールドを始めたので、今回はコードさんと一緒に行ってこようと思います。と言っても完全初見プレイなので、どんな感じなのかは分かっていないっていう感じになるんですけど、とりあえずですね、いろんな武器を使ってみたくて、使い慣れてない武器を1個ずつ使って、今後ね、長くしていくにはどの武器がいいかなっていうのを確認しているところです。とりあえずご飯を食べて今回のクエストに進んでみようと思います。まだ全然やってないんですよね。まだストーリークエスト途中なので進めていきます。いよいよこの時が来ましたね。すごいよね、痕跡探してどこまで行くんだろう。ゾラ・マグダラオスのところみたいです。そういえば新大陸行きの船に乗り込んだ時、あ、おじいちゃんが乗り込んだ時の話。もう戻らない、新大陸で命を全うしよう、そんな覚悟で海を渡ったそうです。あの物語の青年のように自分の信じる青い星を目指したのだと。命を全うするため海を渡る、どんな思いが胸にあったんだろうと時折考えます。ゾラ・マグダラオスもどんな思いで海を渡ったのかな。いや、モンスターの気持ちか、考えたことなかったですね。そういえばまだ聞いてませんでしたね。何の話でしょう。相棒、あなたはどんな思いで新大陸に来たのですかと乾杯しながらじっくり話したいけど、今は一刻を争う時、またの機会に。またの機会あるかな。さて、拠点の守りも、万全となったことですし、ゾラ・マグダラオス捕獲に行きましょう。ということで今回行くのはこのクエストなので、集会所に行って受けてこようと思います。受けるクエストはゾラ・マグダラオス捕獲作戦みたい。まだ全然ハンターランク上がってないので、遊んでるよとかね、遊んでたよっていう方がね、やったことあるところなんじゃないかなと思うんですけど、レベル4ですね。今回行くのはこちら、このクエストを受注して行ってこようと思います。急げ、時間がないぞ。気をつけろ、気合い入れろよ。守備は特艦ですか。いけるか。よろしくな。ええ、炎の印にかけますぜ。ほら、手を動かせよ。やってるな。あ、先輩、そうして。どうだ。朝までには必ず。頼もしい。いざという時頼りにしている。夜明けとともに作戦開始だ。長丁場になりそうだな、じいちゃん。日暮れまでには終わらせるぞ。開始だけどめちゃくちゃでかい。バリスタ大砲撃つっていう感じですよね、多分。どこ行ったらいいの。開いてるところに行ったのか。開いてるところがあったんや。どこだろう。奥の方が、あ、下の段階。
空いてるかも。ちょっと行ってみますね。バリスタ近くに来た。これなら当たる。すごい遠くから歩いてきてるっていう感じだったので、その間にね、なんかやらなきゃいけなかったかもなんですけど、当たってなかったのでやめました。違うとこ移動しよう。大砲がねあるみたいなので、大砲の方に行きたいです。この弾を入れる大砲ってどこにあるんだろう。空いてるところ、人がいるところは分かりやすくなってる。あ、空いてるとこ見つけた。ここもバリスタ空いてますね。こっちに来てた方がいいのかな。近いこれも弾だ。隣にあるやつだね。入れましょう。お、走れる。装填、撃つ。お、当たってる。150だって。これならいいかもしれない。急げ急げ。はい、よし頑張るぞよいしょ。1回150。あ、お供が持ってきてくれてる。ありがとう。これ一緒に運んでくれるんですね。ご注意を。はい、2回出た。すごい、連続で全部入れた方がいいのかな。え、どっちがいいんでしょう。単発ずつ頑張って運んで撃つ方がいいのか、いっぱい入れて撃つ方がいいのか、どっちがいいのかな。撃ってくれる人のところに結構運んでくれたりするんですかね。もしかしたら。ちょっとやったことなくて、完全初見で何も勉強してきてないので全然わからないのですけど、でも当たるのは嬉しい。150、2発で300でしょ。10回当たれば1500。そんなちっちゃい感じでいいのかな。ちょっと傷ついてるところはある。お腹のところ若干傷ついてるけど、これ最初からあったのかな。ちゃんと見てなかった。おお、え、なになに、今のなんだろう。フラフラしたよね。あと弾がもうない。どっか行かなきゃいけない。これ、あ、待って、後ろから持ってこなきゃ。弓、おおここ届くんだ。熱い。あ、壊されちゃった。壊れるんだね。ちょっと上も行ってみますね。場所が全然わからないので、上の段見ていこうと思います。もしかしたら大砲あるかも。あった、発見。あ、横にバリスタもある。音も一緒に入れよう。あ、ありがとう。なんかコードさん来てくれてる。これで、はい、良い感じがして、何かしてる。なんか紐みたいなの隣から出てましたよね。お、これ、あれ、高速弾なんだ。今だ、撃てーって言ってるけど、ちょっと待って。撃ててない。150にしかなってない。もうちょっと増えないのかな。動きが止まりました。ここにいていいのかな、大丈夫かな。近いのですが。攻撃するぞ。え、でもなんかコツコツやらないといけないってことで合ってますかね。防衛戦みたい。はい、音も一緒に運んで、お願い。よし、あ、運んできてくれてありがとう。弾なくならないかな。よし、2個。はい、向き変わらないんですね。まっすぐのまんまなんだ。はいはいあ、なくなっちゃった。ありがとう。これでなくなったから違うとこ行こう。逆側はいけない。さっきのところかな。これまだ使わないやつなんだろう。これまだっぽいですね。あ、なんか線出てる。高速ってそれなのか。あー、ここも弾がない。ちょっと待って。
撃てるとこないよね。どうすればいいんだろう。みんなそこすり抜けしてる、もしかして。うわ、すり抜けしてる当たらない。当たってる。あ、こっちのちっちゃいのに当たってるんだ。これなんか違う感じしますね。あ、大砲壊れてる。これまだいけそう。バリスタ10入ってる。使います。はい、待って、なんかいる隣。大丈夫これ。高速が溶けてる。あ、当たってはいる当たってはいるっぽい。高速が溶けました。はい、リロード。リロード用のやつは明日の段なんだ。ここに弾あるのに端っこ弾ないからな。はい、ちょほらほら、なんで目の前に出ちゃったかな。違うリロードになっちゃった。もうこれ襲われる感じ。ちょっと待って、これ弾持ってったらさ、撃てるところないかな。壊れてる、みんな壊れてそうだよね。ダメっぽい。あ、じゃあこれちょっと運んで撃ってもらおう。あ、なるほど、これ人が入れてくれるんだ。自分で撃つんだね、多分な。あ、そうだったんだ。行けばよかったですね。誰かいるからって思ってたんだけど、そうじゃないんだ。これ当たってなくない？位置ちょっとダメな位置じゃない？あ、下のターン、コードさんが来てる。捕獲ができない。これやってくれてるから、やっぱり上なのかな。上たまないだけど、あるかな。ちょっと見に行きましょうどこ行ったらいいのかわかんないけど、とりあえずやらなきゃ。もう一段上。あ、弾がある。補充してくれたのかも。ありがとう。最初になくしちゃったとこですね。急げ急げ。はい、ここなら当たる。音も一緒に突破するじゃん。あいいのかなこれ。突破普通にするやつ。え、どうしたらいい。上、マグダラオスが第一障壁を突破しちゃった。あ、次の作戦だから大丈夫なのかな。ん、これ使えるようになる。これが止まりリフリー。あ、触れる。いけた。これ背中。あ、背中だそうです。今の子に行って教えてくれました。ついていきます。ここからが少年は。え、これ相棒、これ頑張ってください。これが排熱機関。行くぞ。おおおおお、爆発した爆発。吹き出してる吹き出してる。マグダラオスの背に到着。そういうこと。指示を。なるほど。赤くなってるとこと、あとマークがあるやつがそれなんですね。わかりました。吹き出すマグマ、気をつけてください。排熱機関を発見。とりあえず落ちてもいいの。ここ怖いんだけど。ん、上で合ってる。あ、なんか落ちてる。こっち側行ってみようか。次を探せ。もらいましたいいのかな、もらって。こっち側から回ってみます。排熱機関っていうところを探しましょう。3箇所あるみたいですね。え、早いね早いね。やってもらっちゃってる。ありがとう。足元ちょっと厚さがなくなってる気がする。2つ目の排熱機関を立ち上がる。どうすればいいの。マグダラオスが探す。はい、わかりました。3箇所4箇所何箇所あるんだろう。体勢を変更。何分の何度かって書いてないのでちょっとわからないんですけど。頭部、頭、上上ってどうやっていくの。こういうとこ。すごい、あの90度のところ登っているすごいことになってる。しました。よし、ハンターたちは上を目指せ。頭の排熱機関を破壊するぞ。こっちもっと上。はい、もっと上。
上に上がるらしい。ハンターたちに物資補給を開始する。準備しろ。承知しました。ここまで来ました。こんにちは。お姉さん何やってるんですか。気をつけてね。はい、この上。わかりました。なんか落ちてきてる。これ当たらないの怖いんだけど。こっちよって言ってるんだけど、あの合ってます。あの頭って言ってたから相当上に上がってきてるんだけど合ってるのかな。びっくりした。走れる。え、もっと先。頭、あ、これ頭なんだ。あ、コードさんがもうやっててくれてますね。で、待って待って、落ちろ落ちろ落ちろ。ダメ。あー、到着したのに。ありがとう。これ壊せるんだね。待って、落ちるよ落ちるよ。戻る戻る。すごい、鱗がちゃんとあるの分かりますね。面白い。わー、怖い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 。はいはい。あれ、鉱石ある。すごいね、鉱石とか持ってるんだ。あれ、待って待って、もうちょっと。はい、3回掘れました。びっくりした。さあ、で、どこだろう。マークがあるところ、ちょっと探します。落ちすぎちゃった。あった。あ、すごい。これどこなんだろう、部位的には。ね、どこなんだろう。ちょっと待って、当たらない。こっちか。上からじゃないと当たらない。おお、壊れた。ありがとうございます。これで終わる。なんかいろいろ落ちてるね。第二障壁前、このまま待機。待機、あ、わかりました。待機もらっていきます。はい、今回ですね、初めてのスラッシュアックスにしてみたんですけど、これも楽しいかもしれないけど、今回のだとちょっと分かんなかった。ちょっと分かんなかったですね。改革場に急げ。改革場に急げ。ん？移動します。はい。モンスターです。あれ、ここじゃないの。未知のモンスターが現れました。お、すごい。アリスタ隊は援護の準備。かっこいい。ハンターたちは至急外角上に向かえ。援護了解。エネルギー鑑定。相棒、気をつけてください。え、これどうするの。戦うの。違うんだ。なんかしてる。
やれやれ、年かな。決死の捕獲作戦は謎の黒いモンスターの乱入により失敗。ゾラ・マグダラオスは大峡谷の向こうへと消えたのだった。イシロ、揃っているな。これより作戦会議を開始する。それでは状況を整理しよう。各担当報告。ゾラ・マグダラオスですが、大峡谷を越えた後は観測不可により動向不明、行方知れずです。ですが向こう側で痕跡を探し直すことができれば再追跡の希望はあります。これについては調査班から朗報がある。奴の起こした地殻変動の影響で大峡谷に亀裂ができた。この亀裂を通り抜ければ俺たちも向こう側に行けそうだ。では補給班からも報告です。捕獲のために用意した物資ですが、先の作戦であらかた使い果たしてしまいました。もし再びゾラ・マグダラオスを発見できたとしても、同様の規模で何らかの作戦を行うことはこのままでは不可能です。うん、そうしれ、どうします。よし、ギルドに船を出そう。船ですかい？大丈夫なんですか？今は海も空もどのような状況であろうとも、我々はこのまま調査を続行するとギルドに意思を示す必要がある。その上で彼らの判断を待とう。船長、やってくれるな？任せてくれ。毎日荒海を見続けたのはこの日のためだ。大峡谷に亀裂ができたことは文字通り活路が開けたと言えるだろう。よし、これよりハンターたちは大峡谷に向かえ。亀裂を通り抜けた先でゾラ・マグダラウスの痕跡を探すんだ。それでは君たち、導きの青い星が輝かんことを。以上、解散。おお、すごい、こんな感じなんだね。探索で大峡谷に行きましょう。次は大峡谷に行くみたいです。はい、ということで今回はここで終わっていこうと思います。皆さんのおすすめの武器あればコメントで教えていただけると嬉しいです。今回はねスラッシュアックスだったんですけど、また違うのを使おうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!